じで猫になりました。これなんかペイントみたいな、何だっけ、タトゥーシールです。これとこれはダイヤです。これはコウモリです。コウモリ、タトゥーシールだよ。鈴も鳴ります。みんなお菓子ください。お菓子ください。アイラインは描きました。アイラインだけ。アイラインとカラコンとリップだけ。リハ終わりなんで。これ左右対称にするのめっちゃ大変だった。これもちょっとずれたし。今日は45分ぐらいショールームして、その残りの9時45分ぐらいにショールーム終わるとして、残りの10時までの15分は TikTok を撮って、今日中にハロウィンのやつ TikTok 載せます。アミタンと同じ耳ですけど、本当に結構これ耳みんな持ってる。結構みんな持ってます。本当だ、同じだね、みんな同じよね、うん、ハッピーハッピーハロウィン。見てください、これこの寂しいかぼちゃくん、この寂しいかぼちゃくんもいます。なんか3匹入ってると思ったら1匹しかいなくて、このかわいいかぼちゃくんも見てあげてください、みんな。で、今日お誕生日のくろみちゃんも出席してます。今日くろみちゃんお誕生日らしいです。くろみちゃんも出席してるんで、みんな一緒にいます。ここに誕生日会です。11月26日の夜公演、先行チケット当選したからリンクと見に来る、嬉しい、おめでとう。わあ、超絶 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。ハッピーハロウィン。ここリチアッペの TikTok 最高すぎてめちゃくちゃボコにされて気になりました。よかったです。去年は結構本格的な感じで自分で頑張って書いてたんですけど、今回はタトゥーシールと耳と、アリーさんタワーありがとうございます。嬉しい、かぼちゃのくまちゃんのタワーありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。お菓子いっぱいくれてありがとうございます。嬉しい、タワーありがとう。いいや、近そう。近い。かわいいです。あ、これ本物だよね。本物。宮本亜美ちゃん、ありがとう。あ、声出した。宮本亜美ちゃん、なんかコメントどこ行っちゃった。りんかちゃん、ハッピーハロウィン。あ、ハッピーハロウィン。こんな姿を見られて恥ずかしいわ。私もいつも見てます。見てません。仲良くならないでください。私のあみちゃんです。ありがとう、見に来てくれて嬉しい。親声があって、え、はんちゃん、え、はんちゃん、え、誰かいる、え、
私声聞こえなかったんだけど、え、誰かいるかな、あんちゃんいるかな、いける、そう、やっぱハロウィンだからお化けの声じゃないかな、うん、お化けの声じゃない、よか、逆上がり声いくよ、ありがとうございます。あー、ビーバーさん、かぼちゃいっぱいありがとうございます。かぼちゃくんも喜んでます。くろみちゃんもみんな誕生日だからお祝いしてあげて、ちゃんと、うん、はい、くるみちゃん結構もう耳がしなっちゃってクタクタなんですけど、くるみちゃんもお祝いしてあげて、誕生日らしいです。りんかちゃん、くろみちゃんにそっくりは嘘だよ、こんなね、おつぶらな瞳はしてないですし、こんなお鼻もちっちゃくないですし、ちょっとうるさいですね、お化けちゃんがうるさいですね。あ、こんな私ドクロじゃないので、はい、違います。でもこれ猫の耳みたい、うさぎだ、うさぎなの、知らん、ちょっと待って、うさぎなの、人間じゃないでしょ、だってクロミちゃんって何、うさぎなの、え、知り、クロミちゃんってうさぎ、反応してんの、うん、すご、くろみちゃんはマイメロディーちゃんと一緒のウサギからしいです、ウサギらしいです、ウサギの耳っぽくはないけどウサギらしい、かわいいウサギなんだね、初めて知った、置いてきます。めちゃくちゃレッスン着でやってるけど、アイラインも猫ちゃんみたいに釣り上げました。普段こんな猫とかしないから可愛い系してみた。あ、これ何これ、え、すごい、え、すごい、結構すごいとこまで行くんだけど耳が、え、すごい、すごくない、結構耳がすごいんだけど、え、すごい、これめちゃくちゃ下まで行くんだけど、ってことは上まで行く、やばいやばいやばい、うさぎになるんじゃない、あ、ちょっとうさぎっぽくない、かわいい、ウケる、まあ、これにしときます、
コンサートのリハがやばいですね。歌っちゃいそう。歌っちゃいそうです。本当にもう今あれがやばい。で出てきそう。もうここまで来てる。あ、出そう出そう出そう。これが今出そう。あ、さっき練習してたやつ歩きながら。私今かわいいだけびっくりした。今歌い始めたかと思った。私たちよかった。かわいいだけじゃダメですか。お菓子くれなきゃ泣いちゃうぞ。バグもありますから、うん、あ、え、これ見せていいかな。うん、じゃじゃーん、見てこれ。あ、これも飾ろうよ、せっかくここら辺に飾ってみよう。え、ペーパー、トイレットペーパーです。こちらどうですか。これ何か分かる人は分かるかな、うん、分かる人いますか。これは劇場で公演ハロウィン配信のイベントした時にこれを使った対決があったんですけど、それ持ち帰れたので持ち帰ってきました。2個ぐらい。やっぱトイレットペーパーは必需品ですからね、うん、だからまあ持ってきて飾りとしてもいけるので今日までですけど、去年、来年もいけますから置いとけば。ちょっともうちょっとこっちか、ちょっと待って。あ、負けなかったっけってきてる。ああ、あのいっぱいありすぎて余ってたんでもらっちゃいました。そうそう、なんかもう困ってたんで早く持って帰ってくれみたいな感じで困ってたんで持って帰ってきてあげました。持って帰ってきたんです。私があのやっぱり廃棄されるのはもったいないから、廃棄されないようにね、廃棄されないように持ってきました。2個だけ持ってきましたね。やっぱずっとねあっても仕方ないですから、やっぱり私が持って帰ってきてやっぱ廃棄、ね、防ぐために。お、え、アップデートでした？できない。あ、ほんと。これはこれはした？うん、木切るので使っちゃった全部。えぇ、使っちゃったの。その服着心地良さそう、良さそう。これは今多分レイヤちゃんも配信してんのかな、配信終わったのか分かんないけど、レイヤちゃんの配信も見に行ってみてください。全く一緒です、お揃いです。いっぱいメンバーこの服持っててお揃いなんですけど、 GU で買ったやつなんですけど、これこれお揃いです。レイヤちゃんとレイヤちゃん今配信してたら見に行ってみてください。せいちゃん来てた。うん、そう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 。渋いちゃん、うん、ゆぶきさん、うん、みんな一緒。レアちゃん終わったかな。あ、終わったんだ。レアちゃんの配信見てた人は分かるけど、これ一緒なんです全く。今日レアちゃんとあの写真撮ったんで2人でお揃いの。レアちゃんのメールに載ると思います、見てください。ちょっと私も食べちゃおうかなこれ、うん、ちょっとお腹すいたのでこちら欲しいを食べたいと思います。やっぱお菓子みんながさくれるけどこっちまで届かないんだよね、なんかみんなお菓子くれてるけどさこっちまで届かないからさ、ちょっと私が食べちゃうね。なんかこれはんちゃんにおすすめしてもらった欲しいもです。じゃじゃーん、いってきます。うん、うん、ふん、5本くらいでお腹いっぱいになります。うん、結構入ってるね。 100g、 はぁ、あ、一緒入ってる。 100g ってどんぐらい、わかんない。
なんかありますかね、お話しすることないな。ハロウィンにまつわる話とかないしな、別に。なんかありますか、逆に皆さん皆さんに投げやりです。皆さんはコンサート来ますか、うん、コンサート来ますか コンサート来てほしいな。今までにはない感じのコンサートになってると思います。楽しかったリハ、うん、11月26日会社休んで神奈川から昼夜参加して、すごっ、昼夜参加してくれるの嬉しい。昼は学校サボっていくね、みんなサボってサボってきてくれるの。いやそうなんだよね、平日厳しいよねマジで。平日だからさ厳しいよね、平日の遠征やばいよね。だから平日で例えば水曜日にコンサートありますってなったら、火曜日の夜の夜行バスかなんかに遠征組はね乗って、それで昼公演だけ参加して夜またすぐ帰るとかじゃないと無理だよね。夜は参加できないよね、まあ、鼻かゆい、これつけてるせいでから行く、やば、ありがとうございます。北海道行きたい。いやそれな、休みにするからって。すごー、ありがとうございます。美味しい、これ全部食べちゃいそう。サンパレスまで徒歩10分だから行くよって結構見バレしちゃうからやめな言うのやめな、見バレしちゃうよファンの人が見バレ家バレちゃうよ、家。みんなは公演曲何に入れたの、出したの、好きな公演曲。私たちも聞く分かるし、ね、うん、1位意外、うんうん、ちょっと言いすぎた、ね、うん、ソワさんありがとう、ハッピーハロウィン。今までコンサートでリンカちゃん近く来たことないから今回近くやったらいいな。結構ねって感じ結構ね、キャパシティにいたの、うん、イノセンスに入れたんだ、うん、え、イノセンスも、うん、やったらしいよ。 あれだ、エミリーさんとかやってた、うん、あれやりたいんだよね。エミリーさんとか回ってきたもん、なんかで、あ、昔、うん、シアターの女神覚えてる、うん、最終ベル、うん希望つぼなかったのね、希望つぼさ、まずなかったらしい選択肢に。あ、そうなの、うん、選択系か知らんけどなんかないらしい。恋愛禁止条例公演の曲に入れた、全部やりたいけどね。私は制服のメット、パジャドラと逆上がりと目撃者とココテンとかそんな感じのやつしか公演してたことないから、したことないからね、やったことない曲もいっぱいあるんだけどね、昔の。コンサートはね、みんなが満足いくコンサートになりそうな予感、分からんけど知らんけど。
ジェラシーも入れたよ。ジェラシーね、いいよね。ジェラシー昼夜公演見て次の日の朝一番の飛行機で東京に帰ります。忙しい、ありがとうございます。リンカちゃんうちは買う、嬉しい。鉄五郎さんお化けいっぱいありがとう。今日は復習して寝ないと。わあ、パズドラの武田さんハッピーハロウィンありがとう。ゆうくん野球ボールありがとう。あとアフモノたち入れて、おおいいよね、かっこいい。 HKT ボイトのライブはいつでも楽しい。本当楽しみにしてて。私は夜の出てき方が好き。トイレの仕方。ああそういうことね。うんうんうん、ああそうですよね。わかるわかる。え確かに。えでもね、昼も登場の仕方めっちゃいいよ。知らないと思うけど。高校生組以上、高校生以上からしか出れないんだけど、平日だから昼も登場の仕方結構私好き。好きだよ。夜好き。夜もかっこいいよね。うん、タモちゃんハロウィンハッピーハロウィンありがとう。もう11月って早いねって話してたんですよさっき。早すぎ。11月やばい、早くない？スポーツオブハートがね、ね、雨なんでしょ。雨どうする、どうしますか皆さん。どうする、どうしますか皆さん。スポーツオブハート雨らしい。どうする、小雨だったら走るって。小雨かどうかさ、そんな当日にならんとわからんやん。走りたい、走りそれは別に良くない？誰？なんで？そっちね、私あの花さんの女の子だもん、走らなきゃと思った。走らなきゃ走らなきゃ女の子だもん、私大好きあの曲。あの音楽のプレイリストに入れてる自分の大好き。ハンサム見分けて、あー分かる。台風来てるんだ。みんなでてるてる坊主作ろうか。作ってたな昔、運動会の前の日とかてるてる坊主作ってた、昔小学校の時ね。作ってない。もうでやりたすぎて、運動会大好きな人だったからさ、うん、運動会もうやりたすぎててるてる坊主作って。すごい。でも一回も雨で中止になったことないかも、そのおかげで。延期にはなったことある？延期もない。小学校の時にコロナになったでしょ。うん、かわいそう。小6の時、かわいそう。小6が一番さ大変、大変じゃない、いい時やん。で修学旅行行けなかった。忘れちゃった。つい最近の出来事でしょ。あ、行った。あ、行った、うん、行けたんだ、うん、すごいね。忘れちゃった。私は行きましたけど、本当は東京ディズニーランド、中学校は東京ディズニーランドとか東京観光だか沖縄のどっちかだったんですけど。沖縄、そう、あの近場になって岡山県とかになりました。でもいいとこでした。美観地区みたいなとこで、なんか綺麗な街並みのところに行って食べ歩きしたりとかしたし、うどん作ったり、香川でうどん作る、うん、そう、香川でうどん作ったりした。そこら辺行きました。小学校の時は奈良の、奈良じゃない、三重か分かんないけど、奈良とあと鈴鹿サーキット行った。分かる？
サーキット？鈴鹿サーキット。運動会？運動場？修学旅行ね。鈴鹿サーキット、遊園地みたいな。サーキット。三重県だったっけあんの？三重県かな？分かんないけど。行ったことないな、三重とか。行ったことないの？私は修学旅行の時に眠くなくて寝れなくて他の友達はみんな寝てたから、うん、暇だなと思って、うん、あの一人割り箸してた。何一人割り箸って？一人割り箸。あー一日、うん、一人でやってもおもろくないやろ。面白くなかった。なんかでも鈴鹿サーキット行きましたね。はい。兵庫県民の小学校の修学旅行大体なら奈良県行く。絶対京都とかは。京都行かなかったな。奈良県、奈良の大仏とか見に行った。大仏懐かしいな。小学校の時戻りたい。いつに戻りたい？戻るなら。戻るなら。うん。未来。戻りたくない派ね。はい。ちょっと未来に行ってみたい。ああ、わかるわかる。わかるよ。私は戻るなら小学校6年生の時に戻って、うん、未来は20歳。に行きたいかも。でも二十歳の未来、うん、結構近いんだよな。あと3年後にか。20歳。もう？うん。20歳3年後だよ。やばくない？待って。7、8、9、10。私なんだと7年後。7年後？こんなに？やばい。あと3年後やばくない？やば。3年後でも大人。そうだよ。であと1年したら18歳でまあ成人だから、で20歳からお酒とかも飲める。17歳か今。うん。であと1年で、まあ、18歳。そうだよ。やばくない？やばい。7年後やばい。なんか結構年の差感じた今。今今年の差感じた。7年後、うん、やば。意外にリュウトちゃんより下なんだよね。誕生日が？うん。いや同い年。同い年だけど年齢が1個リュウトちゃん上。今？うん。何月だっけ？2月。来年14。リュウトちゃんはもう終わった誕生日？今14。終わったんだじゃん。うん。やば、7年やば。あと7年で20歳か。あと3年で20歳です。皆さん楽しみ。早く20歳になりたい。で20歳になったら17歳戻りたいとかなるんだよ。それはそうでしょ。もう今でも戻りたいもん。小学校6年生に早く成人したいです。6期全員で乾杯できるのは8年後かだって。ああでも言うて、いや8年よ。だってもう凛香何歳？23。 5か。25だよね。8年後でしょ。17足す8は25でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、16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 4、155、156、157、158
3、4、5、6、7、26 まだ一旦な数よ。8たす7は15でしょ。だから25。あ、それ20足して35？ え、違う25だよね、25だよね。 10足さなくていいのか25だよね。よかったよかった、マジで35やばいって25じゃん、25やん8年後何歳だ、21か、うん、で、ゆいなが20歳か、うん、ゆいな20歳やばい、楽しみ、楽しみだな。ゆいな20歳って、いや、でも今でもゆいなもう大人っぽいの、うん、すごいね、そう考えたらさ、え、すごっ、だって先輩とかさ十何年もさいるわけじゃんか、うん、HK にすごくない？すごっ、すごっ、十何年やばいな、何が何周年、何周年、2周年、どうする、私が40までいたら HK、 もうやばいやん、ニュースや、ニュースニュースになるわで、25歳になって、うん、卒業発表とか、どう？いや、ちょっと体が動く前代未聞のニュースになる、いいんじゃない、ゆきりんさん超えて、確かに頑張ってうーん、頑張れ、ロキで本当は誰が来るの、うーん、みな、しぶりちゃんとひなたうーん、かなです。絶対アイドルやめたいで、天神とかはハロウィンで賑わってるんですかね。ユニバやばそう。ユニバユニバです。ユニバ行きたかった、ハロウィンの。じゃあ次はクリスマス。いや、クリスマスも行きたいんだよね。ツリー、ツリー行きたいんだよね。クリスマスの雰囲気大好きなんだけど、わかる人いるかな。好き好きね、クリスマスの街の雰囲気大好き。クリスマスのさ、クリスマスかハロウィンで、ハロウィンの時期に海外行きたいんだよね、アメリカとかで。アメリカの家とか見て雰囲気が好きだから。アメリカとかすごそうじゃん、家の、家の装飾が。私はブラジル行ってみたいな。なんで？名前が知ってる国がブラジルとかアメリカしかないやろ。え？え？ブラジルとかアメリカしかないやろ、知ってる国。イタリア、いや、イタリアとか。おお。どこにあるか分かってる？上の方。どういうことですか、上の方って。ちょっと気まずいので、ちょっとやめましょう。はい、やめましょう。ウケる。確かにブラジルっぽい、ハンちゃん。え、ハンちゃんブラジルっぽいわ。やだ、じゃあもう絶対人生で一回はアメリカ行きたい。韓国行ってみたい。ああ、韓国ね、韓国行きたいよね。韓国は2回行ったことある。え、じゃあ日本出たことあるんや。うん、日本出たのは3回ぐらい。やば。香港と、香港、うん、と韓国と、韓国行きました。
お姉ちゃんはハワイ行ってるんです、ちっちゃい頃に。私まだこの世界に誕生してない頃にハワイ行ってるんです。私もそういえば日本何回か出たな。はい、何ですか、はい、言ってください。そう、一回内緒、みんなには内緒にしてたけどアメリカに2、3回家族と行って、うん、やば行ったね。で、うん、台湾も行ったわ。あー、すごいね。そう、家族旅行で行って、うん、めっちゃ行ってね。友達と、うん、どこ行ったっけ、ブラジル行ったブラジル行きたかってたのにブラジル行ったことあるんかいブラジル行って、ね、うん、あとどこ行ったかな、ちょっと数えきれない数えきれないわけで。でもそんな風に言いたい、アメリカ行きたい、マジで。ロサンゼルスとか LA でもいい。 LA がロサンゼルスだった、間違えた、恥ずかしい。ニューヨークかロサンゼルス、やっぱそんな感じ。でも、うん、でもヨーロッパの方もいいけどね。ハワイ行きたいな、うん、ハワイも行ったこと、行ったことあるちょっと嘘つかないでもらっていいですか、行きたいハワイ行きたいよね、うん、ハワイ行きたい国はハワイと韓国とアメリカ、ハワイもアメリカだけど、まあ、アメリカのニューヨークとかロサンゼルス行きたいな。ヨーロッパの方も行きたいな。フランスとかもいいね、うん、でこれ持ってる、どうぞ、どこだっけ、アメリカ、アメリカ自由の女神みたいな、うん、自由の女神なんだ、なんだっけ、自由なの自由の女神じゃなかったっけその名前だっけ、自由の女神じゃなかったっけ、自由な女神でしょ。なんちゃんの行ったことない国は、行ったことない国は数えきれないでしょ。ないです。いや、やばい、やばいです。あら、合ってるよって、自由なんだ、自由な女神なんだよ。あー、そうね、グアムもいいよねグアムも行きたいな。なんか、なオーストラリア行きたいんだよね。あー、行ったことある、行ったことあるあー、やばい。じゃあ今オーストラリアは朝か夜かどっちでしょう、うん、朝、あ、夕方だ、夕方、うん、ちょっとじゃあ今オーストラリアの季節は、うん、春夏秋冬で言ったらどんくらいの時期でしょう。今日本が秋、これ、まあ秋にし、今秋にして、うん、どう、待って、前の記憶だと春かな、春、うん、おー、まあ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 春、まあ、うん、春と夏ぐらいの間かな、やっぱり、うん、すごいじゃん、うん、だからオーストラリアは夏にサンタさんが来るんだよ。あ、そう自由の女神だった、自由な女神じゃなかった、間違えた、自由の、ね、自由の女神でした。行きたいな、海外行きたいな、行こうよ、行きたい行きたいよね。社員旅行でアメリカ連れてってください、お願いします。沖縄でもいい、それな、北海道か沖縄行きたいな。あ、北海道も行きたいね、行きたいよね、なんか行ったことあるけど私も、いや私は行ったことありますよ、札幌に。え、旅行で？いや、あの習い事の大会で、行きました、全国大会で。やば、北海道行きました。柔道？柔道習ってないからそれえぐっちゃんね。あ、違うか、いろんな人が混ざって私シンクロやってた時に全国大会で北海道行きました。そう、行ったことある県はどこ、逆に。でも福岡から東京行くとき飛行機で通ってるし、でも着地してないから、あー、そっか、うん、
でも京都は通過してるだけだからそうか、着地してない、うん、着地してないから京都と大分と福岡と東京と宮城じゃなくて、あ、神奈川も行ってるね、横浜行ってるだから、うん、宮城じゃなくて宮崎と熊本も行ったお披露目で、うん、あ、そうだそうだね、宮崎も行ったんだ、宮崎行った車で、旅行で、うん、いいな、宮崎行きたい。えびちさん空手だった、柔道じゃなかった、柔道誰じゃん、柔道でないでしょ誰もどっから出てきたいいじゃんいいじゃん、結構行ったことあるよ私、長崎もだ、本当だ、長崎も行ってるわ、私 HKT になってから初めて九州来た、あ、そっか、うん、HKT のオーディションで初めて福岡に着陸して、でそっか福岡しか行ってなくて、と広めで熊本行けて、うん、みたいな、で普通に日帰りで大分に旅行行って、あ、みたいな、で長崎もハーステンボスで行ってみたいな、えすごくない、結構これHKT になってから九州結構行けた、四国は行ったことない、どこも、四国はめっちゃ全部行ったことあるあ、私も四国はじゃあ分かりますか、何県があるか、愛媛、おお、香川、おお、高知、おお、すごいすごいすごい、頑張って、ヒント、ヒントヒントヒントは見ちゃダメだよ、ヒントはちょっと、うん、4文字、確かにその3件、うん、頑張れ頑張れ、で待って、分かる分かる、ちょっとここまで来てるの首まで来てる、うん、首まで来てる、頑張って頑張って、最初の島根、島根、あ、違います、3文字やん、あ、そっか4文字かはい、じゃあ最初の文字は、うん、と、豊島、ブブ、あー惜しいですね、豊島めっちゃ惜しい豊島って県ないから豊島県ないから、あ、富山ね、それ、徳島、あ、正解、徳島です、ウケる、ハンちゃんカーニングしてるってしてないよ、行ける、島根は中国地方です、そうです、島根とか鳥取とかそっち、すごい、よかったです、勉強になって、じゃあ段順見します、14位元気が一番さん、ありがとうございます。13位ケンさん、ありがとうございます。12位バナナイスさん、ありがとうございます。11位ムハマドさん、ありがとうございます。11位アナゴさん、ありがとうございます。9位海北ケーマンさん、ありがとうございます。8位ヨッシーさん、ありがとうございます。7位鉄五郎さん、ありがとうございます。6位 HKT 超絶王子さん、ありがとうございます。5位パチドラの武田さん、ありがとうございます。4位ビーバーさん、ありがとうございます。3位ソーシさん、ありがとうございます。2位タモちゃんさん、ありがとうございます。1位アリーさん、ありがとうございます。よかった、配信できてよかったです。はーい、じゃあ私は TikTok 撮ってあげるので、皆さん TikTok 待機しててください。ありがとうございました、バイバーイ、おやすみ、ハッピーハロウィーン、にゃー、バーイ。